こんにちは、土の子です。今日は3月14日バチトルセンター練習台はこれシャンクの台ですね。ハッピーホワイトデー、バレンタインのお返しは準備 OK ですか？忘れてたお客さんは今ならまだ間に合うっすよ。じゃあ練習スタート。久しぶりだな、動物の森の台やるの。これね、検索したら僕ね、去年の同じ日にやってますね。3月14日に。なかなか思い出深い台だな。まずは、右側のね、トムソンを取っていきましょう。はい、トムソンを取って、うん、でシーソーを傾けていくんでね。はい、これでアンソニーが落ちる。そして順を取る。よいしょ。ここでね、また前やったね、練習台と同じくなっちゃったけど、4手で一周みたいな感じかな。うん、なかなか難しいね。さあ最後トムソンを取って2枚取り。うん、9枚でした。さあ来い、さあ来い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 。小当たり、あー小当たりない。1プレイ無料。さあ今日はルピーダーやりましょうか。これはオレンジ君とね、アイリさんが教えてくれてますね。2人とも一番最初に、ずっと壁グイグイはやった方がいいよと教えてくれました。じゃあグイグイ行きましょう。うん、滑りが収まったらバッチを押すようにしていけ。スル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 あ、確かに気持ちよく取れたけど、取れてないバッジは全部残ってるっていうねこっからちょっと厳しそうだな。はい、ルピーゲットです。安いルピーばっかりだね。おしゃれプレイいっちゃうよ。さあ奥からどんどん押していきましょう。切り止めで押しつつ、結構手数かかるなこれ。で、ルピーをよいしょ、いけ、それつかめてくれ。なあなあなあ難しいぞ。大丈夫かこれ。ここら辺をやって、よし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 、あーばらける。さああと2 2でこれぴったりじゃないの。また6手かかっちゃうじゃんこれ。いやー手数かかるな。こう3手で気持ちよく取れる台がなかなかないね。でも、ぴったりねコンプすることはできました。最初の一手は爽快だけどね。財布と、高価ルピーゲットです。お得意様バッジもラストゲット。はい、それじゃあ今日のミーバスコーナー行ってみましょう。あの人は壁画の女神と同じ顔？うむ、黄金の民が残した古の伝説が確かなら、ピラミッドから赤い太陽が昇るとき女神が復活し世界を支配するという。とうとう赤い太陽が復活し自然女神が復活したみたいですね。なんかピクミンはこけてるけどなんでだろう。かっこいい、でも神々しいね。
はい、今日はねここら辺で終わると思います。今日はね練習台、久しぶりに動物の森の台が来て、なかなかね楽しい台でしたね。去年のね同じ時期にアンソニーがね課金したらぷっこり上に出てきたりね、いろいろ面白いことがあったんで、ぜひね皆さんも検索したらね出てくるので、僕のね1年前の動画見てみてください。本番台はねルピー台やりましたけど、なかなかね難しいな。最初の一手で確かに今まで取ったねルピーの緑ルピーが大量にゲットできるんですけど、その後がねなかなかあれ2手とかじゃいけないんじゃないかな。落ちるまでに道が長いからね。なので僕は6手もかかってしまいました。そんなにミスした覚えはないんだけどね。でも昨日みたいに、ゼルダ姫がね取れないみたいなことはなかったんで、まあよかったかな。ということで明日もね楽しくバツ取っていこうと思うんで、よかったらまた明日も見てください。それじゃあ土の子でした。